はるかとです。皆さん子供の頃っておもちゃでめちゃくちゃ遊んでましたよね。今見たら、あの時遊んでたなって懐かしいおもちゃもたくさんありますよね。そこで今回も懐かしい過去のポケモンのおもちゃについて見ていきたいと思います。これわかる人は多分俺と同世代。では関係ないけど、最近 TikTok が5万人行きました。ありがとうございます。このまま引き続き突っ走っていきます。わお。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ポケモンの懐かしいおもちゃまとめ。まずはこちら、ポケモンの指人形。懐かしい。集めてた人も多いはず。俺めっちゃ集めてましたね、これ。一人でずっとプシュンプシュンってやってましたね、これ。部屋で大声で、行けピカチュウ10万ボルトだピカーとかやってましたね。次はこちら、レンズを覗いてカチカチすると中のイラストは変わるやつ。名前は知らん。次はこちら、スーパーボール。めっちゃ跳ねるやつ。犬に噛まれてガリガリになって中のポケモン出てきましたね、これ。次はこちら、わかる人にはわかる。モンスターボールひっくり返してポケモンになるぬいぐるみ。これあったー。いや、これ俺の世代めっちゃ刺さるはず。次はこちら、おもちゃではないけど懐かしいやつ。ゲームボーイの通信ケーブル。あと、この後に出たワイヤレスアダプター。昔はこれでポケモン交換したり、対戦したりしましたね。なんか周りで通信ケーブル持ってるやつ最強みたいになってましたね。次はこちら、バトエン。ナッツ。まあ、どちらかというとこれはドラクエとかの方が流行ってましたけどね。次はこちら、ポケモンパンのシール。懐かしすぎる。パンを食べたいというより、シール欲しさにパンを食べてた時代。今もポケモンパンはありますよね。久しぶりに買ってみようかな。と、まあこんな感じで懐かしいポケモンのおもちゃについてでした。早く俺の推しのストリンダーとエレズンのぬいぐるみ出てほしいな。全部買うのに。本当に全部買えよ。ちょっとでもこの動画が面白かったらチャンネル登録や、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。